とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日ですけども、ジェットブーツあるじゃないですか、これ。このジェットブーツ。これを装備するようになって、ジャンプ力が増えましたよね。ジャンプ力が増えて、行ける場所っていうのが、結構増えてきたよね。例えば、そこの体育館の上とかにもジャンプして届くようになったんですよね。はい。まあ、行動範囲が広くなりました。で、俺一個気づいたのが、モノレール乗り場あるじゃないですか。このモノレール乗り場に、前はね、全然無理なんですよね。こっからジャンプしようとしても。乗れないんだけども、ジェットブーツだったらば、乗れるんですよ。まあ、ちょっとコツいるんですけど、はい、乗れた乗れた。で、こう乗れて、線路にね、乗ることができるんですよ。線路に。今日はですね、まあ、ちょっと、ダークな内容になるんだけども、電車に惹かれるとどうなるのか、やってみます。まあ、詳しく言うと電車ではなくてモノレールなんだけどね。うん。まあ、熊本にはモノレールはないのでよくわかんないんですけども。まあ、とりあえず、ここ、モノレールに乗ると、こういう感じになります。よし。はい。まあ、ちょっと体の半分埋まってるような感じだね。まあ、もしかして、モノレールは来ないのか。うん。こうしてると。どうなんでしょう。ちょっと待ってみましょう。あ、来た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 、埋まっちゃった。体が埋まって、若干頭が見えてるぐらいの感じになってますね。特に何もなし、特に何もなく、モノレールは普通に来るみたい。あー、でしかも乗れないんかい。乗ってそのまんま行けると思ったんだけども、そのまんま通過していきます。うん。まあ、なんと、惹かれましたけども、まあ、無敵なんでしょうね。うん。まあ、電車に惹かれても、無傷です。HP は1ミリも減りません。